ホーランドロップの成獣ホーランドロップは、ウサギのペット用に作成された、品種、血統の一つ。生物学上の分類では、ウサギカーナウサギである。ロップ種の中では最も小さい品種であることから、ミニロップとも呼ばれる。名称は、ホーランドのタレミミ種の意。ホーランドロップは、生後0から6ヶ月が幼獣で、7ヶ月以上を成獣と考える。 ホーランド・ロップは、オランダのウサギブリーダーであるアドリアンド・コックにより、当時の最良品種である、フレンチ・ロップと、ネザーランド・ドワーフの2品種を掛け合わせて作成された、品種である。1945年から1950年の冬に、コックは、ネザーランド・ドワーフのオスを、フレンチ・ロップのメスと交尾させたが、望んだような品種の子供はできなかった。そのため、今度は、 フレンチロップのオスをネザーランドドワーフのメスと交尾させたところ、6匹の小さな垂れ耳の子供ができた。さらに、コックはイングリッシュロップのオスをネザーランドドワーフと交尾させ、2匹の立ち耳の子供と3匹の半垂れ耳の子供を得た。彼は後にロップ種と交配させれば、現在のホーランドロップのような形態の品種ができると考えたが、 望ましい形態のものは得られず、失望に終わった。最後に彼は、半タレミ耳のウサギと最初の6匹のミウ耳ギの1匹と交配させたところ、現在知られる、ホーランドロップ品種が作成された。ホーランドロップは、ウサギの愛好家、ペットオーナー、ブリーダーに非常に人気の、高い、好まれる品種である。それは、ウサギとしてはコンパクトで、 魅力的であり、非常に愛らしいためである。また、頑丈で筋肉質な体格でもある。アメリカのウサギブリーダー協会公認証では、1.4kg 程度のものが出場するが、それはあまり一般的とは言えず、大抵のものは 1.8kg かそれ以上の体重になる。ホーランド・ロップは穏やかな性格で、非攻撃的である。喜びを感じると、 キュートなマスコットのように囲いの中でジャンプしたり、走り回ったりする。これは特に屋外の開放的空間で観察することができる。逆に、恐れや苛立ちを感じると、後ろ足を強く地面に蹴りつけ、シグナルを他個体に伝える行動をとる。これらのウサギは、外見上とても落ち着きを払いつつ、醜悪な感情を抱いている。不快な立ち位にいることにより、 怯えていることによるこのような場合は注意して取り扱う必要がある。猫、イタチなどの猫目は自然界では天敵となるので同居させるには困難を伴う。ホーランドロップは毛皮が分厚くブラッシング等の定期的な毛並み手入れが必要になる。ウサギは生理学的に猫などと異なり用途ができないため、 毛玉の飲み込みを防止する上でも重要となる。週一回程度、猫用の串か、ウサギ用のものでブラッシングを行う。毛についた干し草、糞、付着物を取り除く。また一年間に4回ほど大きな替え儲きがある。ホーランドロップは耳が垂れているため、耳の病気にかかりやすい。ホラント。日本語のオランダの語源で、英語では、ネザーランド。 オランダ語では、ネーデルランドとなる。これは、オランダ国名詳しい。なお、本種の元となった、ネザーランドドワーフは、オランダの小型種の意。ありがとうございます。